ちの仕事は、鉄くずを回収してきて、加工し、各製鉄所に、納入するのが主な仕事です。解体現場からの、発生剤といわれる鉄くずを回収しているのが多いです。我々今日常的に運搬しているのは東京、神奈川、千葉、茨城でも筑波まで行かない程度ですね。中型免許で乗れる車が3台しかないんですよね。あと残りの10台は大型免許と牽引免許が必要になるんで、その方のね適性を見て会社で取り入れてもらうことも可能ですし、実際過去のドライバーにはねうちで免許を取り入ってトレーラー乗ったりとかしてた人もいますし、ただのドライバーじゃないくやっぱりこう、お客さんとの接し方なんかも、手本になるというか、そういう人を求めてますね。やる気があって稼ぎたい人、応募待ってます。ドライバー求人サイト。